管理システムを制御している命令コード、頭と体が分かれてるって感じかな。問題はそのコードを誰が何のために作ったのかってことよ。ついにたどり着いたか、そこに。ホログラフ通信？赤メガネ、あなたに聞きたいことが。私はハーメス・マーキュリー、以後お見知りおきを。ガベージスペースに強制的に転送された。それに今の挨拶聞いた覚えが。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。記憶が巻き戻ってるの？サクラ、どうなってるかわかる？マスターハーメス、もしかして君、人格データをリセットされたんじゃないの？私にはそれを答える権限は。エラー、本人格に回答権限はありません。記憶だけじゃない、ガンタオ島の時の人格が混ざり合った状態のまま。私にはそれを答える権限。俺に構わず未来を見据えろ、レディ。史実を変える手助けしてはならない。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。ハーメス、前よりも人格データの壊れ方がひどくなってる。これからその先行型プログラムイリオンステーブルを消去。エラー、強制停止。ガンダムラトレイヤー戦闘フェーズにシフトします。プラグイン H とのドッキングシーケンス確認。目標、不正データおよび不良セクターの削除。上書きされた人格データの強制力が強すぎるんだ。このままじゃ他のデータが破損しちゃう。そして早速だが、このラトレイヤのテストレディーユノ、暗号解析は成功したようだな。今回の転送は俺の最後の仕事だ。ハーメス、何をしろって言うの？ヒュイオス・スカイを撃破しろ。破壊時のデータ負荷で防壁は一瞬だが破れる。次のディレクトリへ抜けたまえ。管理システムは近い。プログラム・テオスを阻止しろ。俺の分まで。簡単に諦めないで。ここまで来たんじゃない。俺はここまでだ、レディ・ユノ。招待状くん、あとは頼んだぞ。エラー、破損した人格データからのアクセスを遮断します。モビルアーマー来るぞ。モビルアーマー、彼の人格データはもう崩壊寸前。残念だけど助ける方法なんてあるわ。ガンダムラトレイヤの防壁を破れるウイルス型のサルベージプログラムは完成してる。でも今は使えない。それを送り込む方法がまだないのよ。つまりアクセス方法がないってこと？ええ、ラトレイヤがモビルアーマーと合体するようになってからプロテクト方式が変わったみたいなのよ。ユノ、サクラ、もう時間ない。敵機接近、データ照合、ガンダムラトレイヤ。このイリオンステーブルが潰されたらプログラミングも何もないわ。小隊長、モビルアーマーを迎撃して。わからないけどやってみる。でも小隊長、私たちの目的はあくまで管理システムのある階層に行くことよ。方法だけはさっき教えてもらったけど、次のディレクトリに行くためにはモビルアーマーを破壊するしかない。でもそれやっちゃったらマスターハーメスは。そう、助けられない。だから戦闘中にアクセス用プログラムを組むわ。敵接近、時間切れだユド、時間切れ。了解。小隊長、出撃して。
これは私とあなた二人の戦いになるわよ。アクセスプログラムか。私に何かできることはないかな。データのサルベージさえできれば私にもやれることはあるんだけど。ガンダムラトレイヤーモビルアーマーコネクティングシーケンスプラグイン H データリンク合体完了しました。ハヤト、いけるな。リュウさんの分まで頼む。わかってる、俺がやるしかないんだもんな。キュイオススカイ戦闘フェーズにシフトします。彼の言った通り、合体型のモビルアーマー。これを破壊できれば次のディレクトリへ進める。そうだ、小隊長か。ここが勝負どころだ。エラー、人格データを変更します。でも撃破しちゃっていいの？私がアクセスプログラムを完成させる。アクセスさえできれば。私にウイルスプログラムでも送り込むつもりかね。そんなことは無意味無意味無意味。エラー、本人格の再生を停止します。サクラ、モビルアーマーにハッキングをかけ続けて。少しでも時間を稼がなきゃ。イエスさん、小隊長さんはモビルアーマーの動きを止めて。損傷は軽微、データ負荷は想定内です。やっぱプロテクトが硬い。処理を咲かせろ。何か仕掛けるのならば。タスクを増やしてオーバーフローを狙う。原始的だけど結局はそこね。小隊長さん、攻撃しまくって。避けさせたり防御させたり攻撃させたり。でもいずれは破壊してしまう。そうなったらハーマス。俺に構うな。管理システムのプロテクトは完璧。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。管理システムの制御下にないデータでもあれば。私じゃあるまいし、そんなのいくつもあるわけないって。ぜひ対応を回復する。そこだ。当たれ。いけ。かわせるか。やるな。終わりはしない。損傷率 50% オーバー。キュイオススカイの作動データを更新します。承知。損傷率 75% オーバー。被害拡大。ガベージスペースがオーバーフローする。いけ。まだだよ、イノ姉さん。お願い、サルベージプログラムインストール。ラトレイヤー、コックピットを開けて。な、何を。次のディレクトリに転送成功。パイセンどう？さくら、異常だし。さくら、ディレクトリ移動異常だし。意図的にオーバーフローを起こして、その隙にセキュリティホールを抜ける。
クラックとしては古典的だけど無茶しすぎよ。大丈夫なの？さくら、見ての通りピンピンしてるよね、小隊長さん。ここにいないってことはわかるでしょ。まさか救出は失敗したの？あなた飛び込んだじゃない。ご心配なく、あの多重人格メガネの人格データは無事にサルベージできてるよ。あんな状態になった人格データ大丈夫なの？本来の人格をちゃんと分離できてるんでしょうね。3人分の人格データ当たり確率は3分の1。吉と出たか凶と出たか。ちょっと彼は今どこ？会いに行くわよ。いた、ハーメス・マーキュリー。無事なの？体の具合は？ほう、これはこれは、レディ・ユノ。身体面の調子という意味では良くも悪くもない。この世界では肉体は物理的な存在ではないからだ。精神面においては多少混乱しつつも、今この場に俺の人格データが元の状態に保たれていることに驚きを隠せない。そもそもめっちゃ元気だよ。うっとうしい。ハーメス、よかった。ハーメス、人格データに問題はないのかね？おかげさまでな。だがどうやって俺の人格データを分離させた？モビルアーマーとのコネクターになっていたガンダムラトレイヤーの防壁をくぐり抜けるウイルス型サルベージプログラムを作ったのよ。あなたには聞きたいことが山ほどあるし、同じプログラマー仲間として助けたいとも思ったから。ならば俺が知っていることは全て話そう。仲間へのせめてもの礼として。管理システムを制御するコード・マクスウェルズ。現実の歴史を書き換えようだなんて、とんでもないことを考えてたのね。シンギュラリティ、シンギュラリティ。そして必要としているのは、全てのガンダムを凌駕するガンダムのデータ。奴の居場所を突き止めるためにはやはりブレイク修正が必要だ。この階層には5つブレイクミッションがあって、修正後のトゥルーミッション再登録も含めると全部で10ミッションもあるね。そんなに？この量、間違いなくここに管理システムがあるようね。さくら、ブレイク現象の共通点は？全てそれぞれの歴史における重大な戦いだね。つまりガンダムの最後の戦い。そしておそらくこの修正が終わった時、プログラムテオスは完成する。じゃあブレイク修正できないじゃない。私たちはどうするのが正しいの？データ転送、データ転送。私たちを人格データとしてここに引き込んだプログラムがあるはず。それを使って来たところに戻るってイメージね。ブレイク修正をしないという選択はおすすめしない。すでにレディ・ユノが手掛けてしまっているからだ。歴史改変も含めてな。ちょっと待って、全てのブレイク現象の修正が終わらなければ完成しないんじゃ。忘れたか、この G ユニバースは巨大なシミュレーターだ。育成層、歴史のシミュレーションを繰り返すな。繰り返す。ユノのプログラムも繰り返す。そう、そのプログラムをもとにいつか、いつかプログラムテオスは完遂される。何千何万年とかかるかもしれないがね。時間稼ぎはできても解決にはならない。やはり管理システムを見つけないといけないのね。さっき方法があるって言ってたけど。うん、見つけるのは多分できると思う。でもそのためにはブレイク現象を修正しないと。え、でもそれじゃあコード・マクスウェルズに協力することになっちゃうじゃない。トゥルーミッション再登録の際、管理システムは必ずデータにアクセスする。その隙に追跡をかけるのだ。完成を阻止したいのに、完成させないと相手の場所がわからない。こっちもとんだパラドックスね。その通りだ。
パラドックス同士のぶつかり合いになる。覚悟を決めたまえ、レディ・ユノ。小隊長君、先陣を切ることになる君もだ。決まったらブリッジで最後のブレイクミッションの説明をするよ。